トドアチャンネルお父ちゃんでございます。今日はですね、先日アマゾンで購入した格安の中華系、ドラレコのセッティングをしていきたいと思います。新しいドライブレコーダーのセッティング設置が完了いたしました。で、いろいろ他のアイテムも含めて、車の中いろいろといじっております。
か違くない？あ、後ろの方と？そう、後ろにもカメラつけて見て。ん？あ、本当だ。あれと繋がってんの。ちょっとただいま。あれと繋がってるんだ。前さ、ママにさ、びっくりさせるときさ、バレてたじゃん。うん。今日はバレないよ。要するに紐でつないで、紐離したら落ちる仕組み。後ろの方と？そう、後ろにもカメラつけて見て。ん？あ、本当だ。あれと繋がってんの。ちょっとただいま。あれと繋がってるんだ。だから大気を鳴らしたな。ママにさ、びっくりさせるときさ、バレてたじゃん。うん。あのこと。今日はバレないよ。要するに紐でつないで、紐離したら落ちるし。ドア閉めたり開けたりするけどね。すごい。じゃないとあれじゃん。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、結論から言うと3400円でこのレベルでしたら納得ですね。それ以上望むんでしたらやはり1万円2万円クラスのドラレコが必要かと思います。3400円でこの内容でしたら問題ないというか文句なしですね。ただフロントの夜間の映像を見ると WDR が、効いてるとはとても思えないんですけども、まあでも車種だったり、まあナンバーもギリギリ、なんとか識別できる範囲でしたので、十分ではないでしょうかね。ということで、今回購入したドライブレコーダーの検証でした。